中央アジア、東アジア、オーストラリア、および西太平洋の渡り鳥の飛行経路、フライウェイとは、渡り鳥の渡りルートが2006年に発足しました。2020年4月現在、日本の環境省を含む18カ国の政府組織や、日本野鳥の会、バードライフインターナショナル、ウェットランドインターナショナルなどの国際 NGO を含め、37組織が参加しています。 東、アジアオーストラリア地域の渡り性、水潮及び、その生息地を保全するため、関係する多様な主体の国際的連携、協力のための枠組みを提供することを目的とする。渡り性、水潮の重要生息地の国際的なネットワークを構築するとともに、普及啓発、調査研究及び保全活動を促進し、もって当該地域における、 生物多様性保全及び地域住民の利益に資するもの。1996年に日豪政府及び国際湿地保全連合が主導してアジア太平洋地域渡り性水潮保全戦略を策定。本戦略に基づきシギチドリ類、ツル類、ガンカモ類の三種群の渡り鳥の生息地の国際的なネットワークが構築され、ネットワーク参価値観の情報交換。 人的交流、調査研究等の活動が進展してきた。2002年に南アフリカヨハネスブルグにおいて開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議に際して、日豪政府国際出地保全連合により国際連携協力事業として渡り清水町の生息地の保全に関するプロジェクトを登録。各国政府国際機関 n g o が表明する取り組みを取りまとめた約束文書に基づくプロジェクト2006年11月水町保全戦略の終了にあたり当該地域の渡り性水町及びその生息地の保全にかかる国際協力のさらなる強化を図るため日豪政府の密接な連携により WSSD タイプにパートナーシップイニシアティブの側面を充実させる形で 新たな枠組みを構築するに至った。2020年5月現在、33カ所の湿地が東ネットワークに参加している。自治体のフライウェイに関する記述があるホームページにリンクしています。ありがとうございます。